与衆連は、中華民国台湾の政治家。民主進歩党の代表的な政治家で、陳水編総統のもとで副総統を8年間、務めた。日本統治時代の台湾新築州東園軍生まれ、台湾大学法学部卒業後、渡米し、イリノイ大学及びハーバード大学で法学修士を取得。留学中に接した現地の婦人団体の活発な、 活動に感銘を受け、帰国後台湾で女性の地位工場のための社会運動を進めるべく、何度か婦人団体立ち上げを試みるものの、当局の介入によりいずれも挫折する。やがて民主化勢力の正論月刊し、ビレ島の総監に参画し、副社長に就任。1979年12月10日、高尾市の人権集会での演説を理由に、セメトク、信介 林義雄らとともに反乱罪容疑で逮捕され、懲役12年、公民権就寝剥奪の判決を受けた。5年間の服役の後、工場洗顔の治療を理由に仮釈放された。服役中に書いた小説、社参考女人が2008年4月にテレビドラマ化されている。1992年、東園地区から立法委員に当選し、1994年2月の 第3回世界婦人サミットの誘致に尽力するなど、主に外交と婦人問題の分野で活躍した。1996年には、李登輝政権下で、総統府国策顧問に招聘された。翌年の留保とも桃園県庁殺害に伴う、補欠選挙に出馬、圧倒的な強さで当選し県庁に就任した。2000年総統選で、民進党総統候補である。 陳水の指名を受け副総統候補として出馬中国国民党の連戦、小津村が、新民党の総々優、張秋オラとの激戦の末、500万票近くを獲得して当選し、台湾史上初の政権交代をもたらすとともに、自らも史上初の女性副総統に就任した。就任後間もなく、一つの中華を持って、 一つの中国に代替する構想を掲げ、法中の意欲を表明したが、中国当局の民進党政権相手にせずの政策により、実現しなかった。2004年総統選では、沈水編と再選を目指して出馬。連戦、総々の野党コンビを相手に終盤近くまで苦戦が伝えられる中、投票直前の3月19日、台南市で遊説中に狙撃され負傷した。 結局、連戦、総々ゆコンビに3万票余りの僅差で新勝し、同年5月20日第11代副総統に就任した。2期目就任後間もなく、中米3カ国を歴訪している。2005年には民主太平洋連盟を創立、現在も理事長を務めている。副総統在任中は、2つの中国を公然と主張し、1つの中国が、 中華人民共和国のことを指すなら、台湾人は、当然中国人ではないといった発言をするなど、歯に衣を着せぬ者いいがしばしば、中国を刺激し、離島輝、沈水編らと並び、中国から台湾独立派の急先鋒として、国の恥などと激しい非難を浴びた。2007年9月21日、主張特別費を寄贈した領収書で引き出し、 不正に使用したとして横領罪などの容疑で、ユースズ、民進党主席、陳東山国家安全会議秘書らと共に、検察当局に起訴された。その後、逮捕された陳水変前総統に対しては、批判的なスタンスを取っている。副総統退任後間もない2008年6月に、訪日市、日本 BPW 連合会設日50周年、記念フォーラムに出席、 日本の政界関係者とも会談した。2009年1月には新聞、玉山馬法を創刊する意向を表明。また、1990年以来2度目の中国訪問にも意欲を示しており、中国側も歓迎の意向を表明している。ありがとうございます。